はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショが今日は、大寒波対策、おすすめ、暖かい寝袋、Amazon で3400円をお届けいたします。よろしくお願いします。え寝袋をですね、まあ、前の動画でもアップさせていただいたんですけど、本当冗談でも何でもなくて、ものすごい数、今までの人生で買ってます。で、今回ですね、まあ、沖縄 あの、まあ、イギリスに、あの、かなりたくさん置いてあるんですけども、まあ、持ってこれないんで、あの、沖縄ではあったかいんで、あんまり寝袋って必要ないんで、5個ぐらいしか買ってなかったんですよ。で、6個目買ったんですね。安い寝袋。これがね、いや、もうね、思いのほかいい。これなんですけど、ここに映っている。この寝袋、すごいいいですよ。 アマゾンで、えっとね、600円の割引が効いて、約3400円なんですよ。3980円かな、送料込みで。で、あの、まあ、リンク貼っときますけど、あの、説明欄にね。これすんごいですよ。で、このチャンネルで紹介すると、すぐ売り切れてしまいます。多分すぐなくなっちゃうと思うんですけど、<laughs> なくなったらごめんなさい。あの、色違いもあるんで、見てみてください。全部なくなっちゃったらすいません。ごめんなさい。あの、 これね、何がいいかっていうとね、大きいんですよ。すごく。幅が。で、私、まあまあ体大きい方なので、うんー、まあ、寝袋ね、大きめにできてるんでしょうけれども、まあ、ちょっとなんか狭いなっていう感じのが多かったんですけど、まあ伸び縮みしたりとか、アメリカの海兵隊が使ってる寝袋とか、まあいろいろ持ってるんですよ。で、アメリカ人のさすがにね、あの、大きいし、いいんですけど、これね、 大きいんです。幅が。あの、縦も大きいし。すっごいいいですよ。中で寝返り打てますよ。本当に。で、あの、何がいいかっていうとね、これ家用でね、家の中で使うんですよ。で、今うちテント張ってるんですけど、家の中でテントを張って、で、この寝袋で試しにさっきチビと一緒に入ってみたり、あの、まあ、二つ買ったんですけどね。で、寝転んでみたり。 で何がいいかっていうとね、幅が大きいので、ここの部分にね、枕が、普通の枕がね、置けるんですよ。普通の寝袋ってね、普通の大きさの枕、置けないんですよ。ほとんどの寝袋。これね、ここにね、枕入れられるんですよ。置けるんです。すっごいですよ。で、あの、足元もね、これ安い割にね、よくできてるのは、あの、関心するのは、あの、中綿、綿が入ってるじゃないですか。全体ね。この綿がね、 よれないんですよ。あの、寄らないんですよね。本当に。で、足元まで、あの、綿がきちんと詰まってるんですけど、えっ、ー、とね、1800と1600というのかな ?1800 とだったかなごめんなさい。あの、1の方を買ってください。1800。あの、1800ってのは1.8キロ、1800グラムという意味です。あの、中の綿が1800グラム入ってますよということで、 それがね、あの、厚みのある方なんですけど、絶対そっちじゃないとダメですよ。あの、本当そっちを買われてください。で、これね、ページめくってみましょうか、こっちね。まあ、いろいろ、あの、書いてあるんですけど、こんな感じでねで、大きいんでね、あの、こんな風な余裕もあるんですよ。あの、普通のネクロだとこんなことすると、ここがこう、引っ張られて、結構きついんですけど、 この寝袋ね、全然大丈夫ですよ。あの、本読んだり、漫画読んだりね、雑誌読んだりとか。こんな感じでね。で、えー、広げることもできるので、広げると、こんな形で、みんなで寝転がれたり、ね。で、キャンプにも、まあもちろん使えるし。まあこんな感じでね、本当にこう、あの、余裕があるのでね、手も中で動かせますから、簡単に。あの、 ココア飲んだり、コーヒー飲んだり、紅茶飲んだり。あの、いいですよ。すごい。で、まあ、綿がいっぱい入ってますよってこれいいのはね、あの、洗えます。丸洗い。丸洗いできるんですよね。このとこに書いてあったね。あ、これこれこれ。紐で縛った方がいいですけど、あの、縛って、まあ、中に入って、ついてますけど、その紐で縛って入れちゃうんですよ。 洗濯機にね。これいいですよ。このまま、あの、洗っちゃって大丈夫なんですよね。まあ、乾かすの結構ね、時間かかると思います。乾かすのはね。まあ、あの、最初届いた時に、私は洗ってないんですけど、あの、なんか気になるので、掃除機で、裏表、裏返して掃除機で、全部、あの、上も下もね、 吸って、また裏返して、掃除機で吸って、ということをして使ってます。まあ、紐で縛ると、結構、あの、小さくなるしね。まあ、ちゃんとあの、収納袋もついていて。で、あの、首の部分とかね、結構ふわふわっとなって、あの、気持ちいい、いいです。で、これ、は本当ね、あの、あの、ポケットついたりね、携帯電話のポケットついてるんですよ。これね、本当にね、あの、あったかいです。 で、登山でね、寒いところで使うって言ったらちょっとどうかなと思うけど、これ家の中で使うのをね、これ本当にね、今までね、たくさん買ったけど、家の中で使う寝袋ではもうトップの部類ですよ。これは。本当に。家の中だったらもうすごくいいです。で、大寒波がまあ何回か来ますよね。どんどん来ると思いますよ。これね、寒いです。答えますよね。 で、電気代を使いたくないという方には、家の中でテントを張って、この寝袋で寝ると。これベストですよ。もう暖房はね、本当いらないですよ。それやったら。もうやってみたらわかりますけど、家の中でテントを張ったらね、ものすごく暖かいです。寝るとき。で、さらにこの寝袋入ったら、まあまあ問題ないでしょうね。どれくらいまでいけるかな。あの、部屋の中が、 ま、0度でも全然問題ないでしょ。あったかいでしょ。何にも暖房いらないでしょ。0度0度家の中マイナスだとさすがにね、なんかちょっと、なんかちょっと考えた方がいいかもしれないけど、もう0度だったらもう全然問題ないでしょ。あの、あったかく眠れます。間違いなく。あ、あの、ほ、他何にもいらないでしょ。あの、気になったらね、あの、なんかちょっとここら辺隙間風あるなと思ったら、この上から毛布かければいいんですよ。ただ単にね。あの、布団かけてもいいですよ、この上から。 まあ、とにかくね、あったかくちゃんと眠れます、これは。本当に。これ3400円送料込み安くないですか、これ。私、あの、この回し物じゃないですよ、アマゾンの。全然関係ないですから。いや、使ってみて、さっきね、今ね、あの、チビと使ってて、あの、今、あの、夜中なんですよ。すごい遅いんですけど、もう2時ぐらいになるんですけど。あの、ちょっと寝てみて、映画とか見たりね、なんかこの中に入って、ちょっとこう、 あの、寝返り打ったりとか、もうずっとね、2、3時間ね、試してたんですよ。すっごいいいですよ、本当に。で、大寒波が来るっていうニュース見たんで、いや、これね、あの、あった方がいいなと思って、まあ、お知らせしようかと思って、急遽、あの、動画を撮ってるんですけど、いや、本当に、いや、これ本当おすすめですよ。これ早いもん勝ちだと思いますよ。こんな安くてね、こんないい寝袋は、まあ、今までね、ないですね。 だって3400円で買えるんですよ、これ。で、色3種類あるんですよ。あの、私なんかチョコレート色みたいなの買ったんですけど、3種類あるんで、まあ、あの、ちょっと、ここでね、あの、番組でしご紹介しちゃったんで、もうどんどんなくなっちゃうかもしれないですけど、まあ、色好まなければ、あの、どれでもいいよっていうことであれば、なんかちょっと残ってるのがあるかもしれないですから、まあ、あの、早めに、あの、購入されると、いや、これは絶対あった方がいいですよ、冬。 あの、本当電気代、あの、全然違いますよ、夜。あの、寒くてね、やっぱり、なんかなんか入れてね、暖房入れて寝ないと、なんかもう無理だなっていう、あのー、人いるじゃないですか。で、これあったらね、テントとこれあったらね、ほんといらないですよ。部屋の中0度で絶対大丈夫。間違いなく。ね、だから、これ子供とか中学生とか高校生も、いや、いいですよ。だから、あの、家の中でね、あの、中学生、高校生だったら、 これのみで上に布団かけたぐらいでテントいらないかもしれないけど、テントあったら本当にね、極楽ですよ。テントあって、これがあったらで。よくね、あの、聞かれるんですけど、テントどんなのがいいですかって。いや、テントはね、もう、あの、本当目的によって、あの、大人数でね、家族4人で寝るんだったらやっぱりでっかいテントじゃないとダメじゃないですか。余裕がないと。あの、私2人ですけど、娘と2人だけど、えっ、ー、とね、4人用、 なんんかかを使ってるんです人人から5人っ,てやつでっかいんですよ。あの、2メーターかける2メーター70かな使ってるんですよね。なんでそのでっかいの使ってるかっていうとあの、布団丸ごと2つ入れて、で、小さい棚入れてるんですよ。あの携帯とか置くんでね。だから、あの、あと、ポータブル発電機持ち込んで中に入れて置いておくので、だから結構大きいのじゃないとダメだったので、 まあ、あのテントも、やっぱり今、沖縄でいくつあるんだろう、5個、6個かな、まあ、あるんですけどあの、目的によってね、使い分けてます。だからあの、1人暮らしの人だったら、もう2人用のテントとかでね、十分ですよ、ほんとちっちゃいやつで。あのなんかあの、だから3人で寝るとか言ったら、大人2人だったらね、どうだろう、やっぱり4人用のテントとかじゃないと、ちょっときつい感じはしますよ。 4人用のテントでも、あの、2人で寝たら中あったかいですよ。本当に人間の体温と吐く息で温まります。うん、だからね、まあ、そう、ちょっとそれぞれなんでね、あの、ね、テント、これをおすすめっていうのを、私はあのポップアップテントを使ってるんですけど、あの、片付けるときね、慣れが必要なんだけど、慣れたらね、片付け2分でできるんですよ。で設置はね、まあ、たいね、20秒ぐらい。 ポップアップテントってものすごい設置早いですよ。ただ、広げるだけでブワーンってね、いきなり、あの、テントになるんですよ。これ便利ですよ。で、畳むときね、最初ね、30分かかりました。わかんなくて。説明しないともわかんなくて。で、次2回目がね、20分。で、15分、10分。で、5分になって、今2、3分です。慣れたら大丈夫。慣れたら。ら慣れるまでね、ちょっとね、大変。 慣れるまでね、いや、こんなテント買うじゃなかったと思いますよ。本当に。いや、慣れたら全然思わないですよ。あの、簡単に畳めるんで。いやだからもうね、テント目的によってっていうことで、まあ、選ばれるといいかもしれないです。ということで、えー、今日はですね、大寒波対策、おすすめ暖かい寝袋、アマゾンで3400円をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。